こんにちは、明ひとみです。今日はですね、福岡県福津市にありますヌーとデンと書いて、これヌイトの神社なのかわかんないですけど、シンバルヌヤマ古墳群から徒歩10分、私はここにいます。参りましたので行ってみたいと思います。 OK, let's go. すごい竹、すごいね、竹がなんかものすごいですね。竹だらけです。ちょっとですね、湿った感じの空気がありまして、ここがなんていうの、縫い戸のシュライン、やっぱ縫い戸の神社だ。王神天皇の頃に五の国から愛媛、乙姫、呉羽鳥、穴羽鳥の4名の姫が織物縫い物の進んだ技術を日本に伝えるために招かれました。この中の愛媛は宗像神の求めでこの地に残り、中国の高度な染色、機織、裁縫の技術を広めたと言われています。最新はこの4名の姫と王神天皇、神宮皇后、大年の神で、この神社は日本最初の裁縫の神社であり、この地はデザインファッションの発祥の地といえます。実はこのお話、日本書紀に書かれているんです。王神天皇37年の春2月1日に、天皇は阿智の臣と塚臣を後に遣わして絹縫い姫を求められました。阿智の臣たちは高句麗国に渡って後に行こうと考えます。高句麗に着いたんですが、その先の道がわからないので高句麗に道案内を頼みました。高句麗の王が呉羽、呉氏の2人を道案内として与えたおかげで呉に行くことができます。呉の王は皇女の愛媛、乙姫、呉羽鳥、穴羽鳥の4人の婦女を和国に与えました。王神天皇41年の春2月15日に天皇は明の宮で崩御されます。御年110歳。この月に阿智の臣たちは呉から筑紫に着きました。この時宗像の狼は皇女たちを欲しがり、そこで愛媛を献上することになります。これが今筑紫の国にいる御使いの君の祖であると言われています。残りの3人を連れて津の国に行って婿に着くと、天皇はすでに崩御されていて間に合わず、そこで次の大佐崎の命に献上します。3人の末裔は今の呉の絹縫い、茅の絹縫いと言われています。この神社には永享12年1440年に作られた本庄県指定の有形文化財、宗像大社神宝館に展示されている本庄、あ、鐘か、盆庄か、南北朝時代の大般若経600巻や江戸時代中期頃の36家千絵変額をはじめとする絵馬があります。ちょっとですね、結構上がってきた場所にあるんですけど、もうすぐ古そうですね。古そう。現在はシンバル沼山古墳群の前方後円墳の頂上にも縫い戸の宮があり、愛媛が祀られているとも言われています。また元々の社殿は縫い戸の殿にありましたが、天保2年に火災に遭い、翌年にここに遷座したと言われています。蜘蛛の巣がある。蜘蛛の巣、失礼します、うん、あの宗像に行ったあれ、ね、七社宮やったっけ、2棟ね、急斜面ですね、めちゃくちゃ。わかりますかね、急ですよこれ、母めっちゃ急です。傾斜どれぐらいかな、なんて言ったらいいんかな、これどれぐらい、60度ぐらいありそうじゃない、全然あるよね、結構60度ぐらいありそうです、うん、階段の幅も結構小さいですね、うん、こんな、私が23.5センチ、こんな感じ。おお、縫い戸の神社、伊勢さん来ると
伊勢大正、失礼します。なんか昔使われてたようなあります。もう一登りだいぶ上に上がってきました。車で神社のそばまで来れるんですけど、そっから上がります。着きましたね。失礼し、あ、これが社務所、違うか、社殿、社殿だな。あ、本殿みたい。こちら本殿ですかね。流れ作りになってる。うーん、作りは立派。かっこいい。ね、かっこいい。どう変わら、武器。もともとはこちらだったね。うん。じゃ作り変えてみて。こっちは拝殿よね、入れるところ。こっちは神様のところ。神様のところやね。だいぶ上に上がってきました。だけそこに道があるってことだいたいね。この山の中腹にひっそりと静まる姫たちの宮は、かつて呉から招かれた4人の旗織姫が祀られています。遠い中国から海を渡ってきた娘たち4人のうち1人だけが宗像の神の求めで残りました。昔の人が一人では寂しかろうと4人一緒に祀ってくれたんだそうです。この神社にはもう一つ伝承があります。それは神宮皇后が新羅を攻撃するときに船の方を縫った神であるということです。これは時代的には愛媛たちが来る前の話になりますが、隣の宗像市の織幡神社には旗の起源が書かれています。三冠攻撃の時に長い竿に紅白の旗をつけたのが旗の始まりで、それを縫った場所が福津市の縫山の縫殿だということだそうです。これらから推測すると、福津市から宗像市にかけては当時先進的な織物文化があったことも伺えます。ここは世界遺産新原縫山古墳群の縫山の氏神だと言われています。縫山の人々にどれほど慕われたのかよくわかる神社です。3名の方が祀られてらっしゃるんでしょうか。あ、そっか、4名全員祀られてるって言ったよね。そうだそうだ。これは沖ノ島検定に出るそうです。いやー、すごい急です。いや、気をつけて、ちょっと本当に階段がですね、本当に整備が行き届いてなさそうですというより、まあ、ここは、まあ、静かに、なんていうの、あんまり手をつけないっていうことなんだと思います。ここにも祠が2つありますね。いやー、すごかったな。すごい高いんですよ。まあね、登っていきました。縫殿の神社でした。はい、縫殿の神社に行ってきました。今下りの階段を置いて降りています。今10月の今日は10月15日なんですけど、あのヤブカが結構まだいますので、来られる方は気をつけてください。虫除けスプレーとか持参で、あの環境にいい虫除けスプレーぜひ使ってください。で、あの今何時ぐらい、2時とか3時、もっとか、3時半、今3時半なんだけど、まあ、3時半ってだいぶ暗いので早めに来ることをおすすめします。全国のファッション業界の皆さん、ぜひこちらに一度お参りくださいということで、ありがとうございました。またね。